栗駒、高原駅。栗駒高原駅は、宮城県栗原市島姫新熊谷にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北新幹線の駅である。営業キ路数は、東北本線にった駅を順用し、乗車券部分については、当駅との選択乗車が可能である。栗駒、高原駅は、東北新幹線開業後に設置された駅であるが、駅の構造は、 東北新幹線開業前から始まった。この構想を最初に進めたのは、月立町である。1979年、昭和54年に、月立町長の白町を会長とする、新幹線月立駅誘致規制同盟会が結成され、月立町における新幹線駅の実現を目指した。しかし、建設が決まっていた東北新幹線の古川駅と一ノ関駅の間で、 月立町はそれらの中間地点より古川に偏った位置にあった。そこで、新駅の場所をそれらの中間の市は姫町に変更した上で、栗原郡や留郡、さらには、気仙沼市など、宮城県北部一円を巻き込んだ広域的な新幹線駅誘致運動に移行し、1980年、昭和55年に一市23町村が、 東北新幹線停車駅促進規制同盟会を結成した。東北新幹線は1981年昭和56年6月に大宮駅と森岡駅の間で開業するが、これとほぼ同時に規制同盟会は、潮姫町の新幹線駅の箇所を栗原富め駅とした。この新幹線駅構想に対して国鉄は技術的にも 列車ダイヤ上も問題はないが、もし建設するなら、西岸駅として地元が建設費用を負担することになるという見解を表した。ついで議論の的になったのが建設費である。栗原、都明駅建設事業費は概算で46億円と見積もられた。規制同盟会は数度にわたってこれを慎重に検討し、栗原郡町村が18億円を負担することとし、 残りの費用のうち20億円の負担を宮城県に要請、4億2000万円を栗原軍内からの民間寄付、3億8000万円を留め軍及び元吉軍の町、そして気仙沼市に要請する計画を立てた。募金については一例として月立町では一般町民一人当たり6000円が募金額の目標とされたが、特別会計のためこれは控除対象ともなった。 国鉄分割民営化が行われた1987、昭和62年、JR 東日本は栗原留駅の設置を表明し、この新駅の計画が具体的に協議されるようになった。東北新幹線の西岸駅として、すでに開業していた新花巻駅や水沢江差駅を参考に、改めて事業費の試算が行われ、費用をできる限り絞り込んだ結果、 駅舎整備に約24億円、駅前整備に約8億円、合わせて約32億円が必要とされた。宮城県は駅舎建設費の半額の12億円の負担を決め、これで栗原郡の18億円と合わせて30億円が確保されたが、周辺事業を考慮するとなおも10億円ほどが必要と考えられたため、留め郡や元吉郡、 気仙沼市に対して負担金の早期確定が要請された。また、JR 東日本が駅の設置を表明したことで、募金活動が本格的に行われるようになった。JR 東日本は、駅施設の建設について条件をつけた。駅の用地は、JR 東日本へ無償で譲渡されること、当面は、ホーム2面及び、線路2線の配線とするが、 将来的に4000に拡張できるように土地が確保され、こと、などである。また、法務庁は、新幹線車両12両編成に対応する、長さとされた。他にも、JR 東日本は、周辺の観光資源の開発や交通網の整備について、要望を出した。地元自治体はこれらの条件を受け入れ、1988、昭和63年に、宮城県、 栗原地域広域行政事務組合 JR 東日本の3社によって基本協定書の調印が行われた。ついで工事協定が結ばれ、この年の10月に駅の建設地で安全祈願祭が取り行われた。駅の建設中には駅名が問題となった。1989年平成元年に JR 東日本は群名をつなげた駅名は読みづらいとして、 駅名の再行を地元自治体に促した。これを受けて、駅名の公募が行われ、栗原留駅、三陸栗駒留駅、奥宮城駅、スワン駅、伊豆沼駅のご案が、JR 東日本へ提示された。しかし、JR 東日本はこれらいずれも採用せず、独自に栗駒、高原駅を決めた。当時、栗原郡内に、 栗駒町が存在したため、JR 東日本の駅名案は特定の町を連想させるものとして、地元自治体は発したが、栗駒、高原駅が新駅の駅名として決められた。こうした一連の出来事を経て、1990年、平成2年3月10日、栗駒、高原駅は開業した。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅、通過線がないため、 ホームが直接本線に面しており、列車が目の前を時速 320km で通過することになるため、可動式安全策を装備している。駅完成当時は12両編成対応のホームだったが、現在はフル規格10両を見に新幹線規格7両の17両編成対応になっている。直営駅、駅長、助役配置、東北新幹線の単独駅であり、 管理駅でもあるが、当駅は自駅のみの単駅管理となっている。緑の窓口、営業時間6時30分21時45分、自動券売機、指定席券売機、駅ネット、専用機を含む、新幹線自動改札機、駅連高い営業所、待合室、土産屋、観光案内所がある。以前は、ビュータビーセンターが設置されていた。なお、 DSATC 改善の ATC 回路は、閉塞信号のみ、場内、出発信号がないで、車両にある、車上装置が、地上装置からの ATC 信号並びに、自社の走行距離から、現在位置を計算して、ATC 制御を行っていた。JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は1048人で、ある、 レフグループイコール利用客数ネームイコールパッセンジャー2018新幹線レフ宮城県県北前駅から自家用車で当駅へ来て、仙台東京方面へ向かう旅客が多い近年の推移は以下の通りである駅周辺は田園風景が広がる路線バスタクシーのリバが西口にある東口には一般車の無料駐車場がある 当駅の周辺開発が遅れているのは農業地区域として土地利用が制限されていたため駅周辺を含む市内の浅間川、二サ間川、三サ間川流域は国営不体県営管外排水場の受益地として2019年までは農業振興地域の除外ができない農林水産省の同意や承認が必要。駅開業以降周辺ではイオンが2006年 平成18年に部分除外を受けてショッピングセンターを出店したが、これまで大規模な開発はなかった。2016年、平成28年、栗原市の第二次市総合計画で駅周辺開発構想に触れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。